へえ、面白そうだなっていうのが第一印象ですね。はい、あと、こう団体の対抗戦って、まあ、歴史見てもお互い因縁を吹っかけ合ったりとかして、こう徐々にね高まっていって、よしやってるぞっていう流れが結構定石なんですけど、まあ、今回ね、こう急にね決まったところはあるんですけど、それがねやっぱりこうプロレス界全体で面白い話題をこう見せていこう、広めていこうっていうなんか姿勢に見えて、僕はすごくね結構好意的に捉えてますね。はい、まあ、僕自身が、ノアという団体に対して、まあ、いろんな思いがねこうキャリアの中であるので、決まった時はよし来たか、リベンジの時がっていう感じでしたね。やっぱノアという団体が勢いがあって、新日本が厳しい時代もあったし、今新日本がね少しずつ盛り返してっていうところはあるんですけど、ノアの東京ドーム大会がむちゃくちゃお客さんがね超満員になって、僕立教選手やったのかな、まあ、実力不足もあったんですけど、バッカバカ行かれたんで、はい、そのノアさんが勢いあるときに僕結構かまられたんで、はい、そういった部分のリベンジですね。はい、マルーシ選手がね、ずっと団体をね引っ張って頑張ってるっていうのはこう、まあ、いろんなね SNS とかだったりとかからは入ってきてますね。ただそのどんな選手がデビューしてとか、若い選手誰が伸びてきてっていうところまでは追い切れてないかなっていう。新日本プロレスは今本当に選手も充実してて、でその中でもね競い合いも、非常にレベルが高いもので、ちょっとね今新日本プロレスのリングに他団体の選手が来てもかなり残酷な結果になると思います。ただでもそれはね受け入れてこれからの頑張りにしてほしいなと思います。あの子をされてるじゃないですか、あの子、あの子、天宮くんじゃなくて、清宮くん、はい、清宮くんね、こうね、ノアのこうホープというかね、こうなんかこう突き抜けそうで突き抜けれない感じが、はい、なんかこう棚橋の若い頃ダブルなって気がしますけど、動いてるところを見たことがないですね。だからどんな技を使うかとかも知らないですね。ただこう印象としては悪がないなっていう、いや爽やかでかっこいいレスラーだなと思いますけど、悪がないですね。僕が今、まあ、新日本プロレスの中では一番癖が強いと思ってますんで、はい、相当濃い選手じゃないと何の色も後味も残せなく終わるかもしれないですね。今なおねこう一戦でね戦い続けてる、武藤さんはねもう恐ろしいなと思いますね。12年やってないんで、はい、お互いの12年をちょっと、はい、なんて言われるか分かんないですけど、今やってみたいですね。いやちょっと言ってて恥ずかしくなるというか、はい、プロレスっていうものはたくさんの人に見てもらって、で評価を受けて、そして成り立っている競技なので、俺たちの方がすごい試合をしてるって言ったならば、そっちの方にたくさんお客さんが見に行ってないとおかしいんですよ、ということですね。ぶっちゃけねこうプロレスを知らない人にも僕どんどんねこうプロレスを知ってほしいと思っていろいろこうメディアとか出てますんで、こうねパッとこうビジュアルポスターを見た時にこっち側の新日本の選手は知ってるけどこっち知らないなってなると思いますよ。はい、プロレスラーは試合してね応援されるばっかりですけども、こう僕がプロレスラーの時はねこう試合から頑張ってる選手を見てエネルギーとかもらったんですね。だからこう理想なのはレスラーとファンの関係性、
応援して元気、頑張る、頑張った姿にファンが元気をもらう、こういうファンとレスラーの関係性をチャリティーみたいな部分でもね、そういう思いで、やっていけたらなっていうのはありますね。うん。